っと待って。ちょっと待って、ダメだわ。え、嘘でしょ。え、ちょっと見せて。せーの、生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。お揃いです。ちょっと待って、曲がれない。うち何番？1番。お、私は9。あんた9番や。どっちでもええねん、もう始めるで。ちょっと待って、あんたちょっと足どけ。はい、おケツでかい。うるさいな、ほんまに。コンプレックスやね、今。なんでやねん。なんでちゃうやねん、噛んでやねん、ほんまに。ケツプリやん。今日何すると思いますか？パスタ。パスタ？どういうこと？パスタがどうしたの？パスタを食べてね、うまいなっていう。イタリア人じゃねえんだ、あの某巨乳の。今日は、ピン。あ、カラコン。違う。これちょっとここ隠してるけど、これ桜研究所と言います。研究所？いくで。これが何かというと HIV 検査。てかできんの？できんねん。っていうか、なんかそもそも HIV 検査ってみんな結構保健所に行ったりしてさ、うん、やるやん。え、なんか病院行ってなんか血を取ってやるんじゃないの？そういうのじゃないよ。俺って結構やんねん、実は。結構やってんの？結構検査するんだけど、こうやってお家にお届けするキットでできるから、ちょっとアレちゃんのね、やっぱり信用も欲しいし。ちょっと待って、どういうこと？なんだろう、しっかりとこう検査はしておいた方がいいと思うね、俺は。あんたいつもしてるから、うちのために持ってきたってこと？うちの。そう、俺いつもこれでやってんねん。で、俺ちょうどね、これ半月前ぐらいにやったけど大丈夫やって。まあその半月の間いろいろあるから。いろいろあった。まあそもそも HIV 検査ってでもやるべきやん。やるにね、越したことはないけど、うん、知ってる HIV って何か？エイズって聞いたことある？あ、エイズ聞いたことある。そうそう、まあ、HIV がエイズじゃなくてのウイルスやな。エイズっていうのはもう症状。なるほど。で、 HIV に感染する経路っていうのが、まあ、およそ3つって言われてて、うん、1つが何だと思う？夜の営み。そう、一つは夜の営みっていうのが有名だよね。そう、これは有名、みんな。で、もう一つは、あ、血液。そうなの、まあ、血液というか、日本ではあんまりないかもしれんけど、その注射器の使い回しだったり、うん、そういう医療系の事故。で、もう一つが母子感染、お母さんから移るっていうパターン。元からその持ってて、うん、で、そのまま妊娠して生まれてくるときに。そうね、うん、ただ、HIV やったからといってもうエイズになりますっていうのはすぐではなくて、うん、HIV って感染するやん、うん、だいたい1週間、2週間後ぐらいに HIV ウイルスがすごい増殖をしてきて、で、ちょっと一時的に発熱だったりとか、ちょっと風邪に近いような症状が出るね。風邪とかやったら全然わからんやんな。なんかちょっと、ちょっと熱、今日気分悪いなぐらいで。そう。まあ一般的に言われてるのはそういう症状が出て、で、それが収まったら、その後、大体何も症状がない状態が、まあおよそ10年ぐらい続くことが多いって言われる。10年もわからへんってこと？長い人やと15年とか、短い人だと2年ぐらいでっていうこともあんねんけど、それを経過すると、エイズっていう症状が出てきてしまう。おおよそはその免疫不全っていうのが一番ね、あることやから、まあそれでなんかちょっとした風邪にかかったぐらいで亡くなってしまったりとか、まあいろいろあるねんけど、その詳しいことはちょっとね、皆さん調べてほしいんだけど、まあただ本当にあのエイズにもなってしまうと、ちょっとやっぱかなりきつい状態になってしまうから。ただ分かったらな、もし HIV の検査して分かったら、増殖するのすごい抑えることができる薬はもうあんねんな。とにかくせえへんっていうのはちょっと損しかないねんな。必ず定期的に検査はするべきやと俺思ってんねん。まあだからちょっと今日は俺のこれのストックのうちの一部を与えて、あれちゃんと私でちょっとちゃんと検査していこうっていうことで、これ開けていきたいと思います。じゃあ早速開けていこう。はい、まあ、開けると説明書だなんだっていうのがすごいいろいろ書いてあった。あとアルコールの消毒剤とか、あとほらこういうね。え、ちょっと待って、指に穴開けんの？そうそうそう、あとしっかりだからさ、絆創膏も入ってんねんちゃんと。で、まあ説明書と送り返すためのこうね、はがき、切ってもいらへんやつよ。で、早速やっていこう。で、今ちょっといろいろやり方を見たけど、要はこのロシっていうのがあって、このこれを取ってこう針パチンとして針で穴開けて、出した血をここにつけるっていうのが主な検査方法です。で、今さっき手洗ってきました。ただ一応ちょっと消毒しようかな。心臓よりも下のところでなんかマッサージするといいらしい。マッサージするの？そう。あ、もうダメ。
病院の匂いや。あかん、もう血抜かれる時の。はい、で針の安全札みたいな安全ピンを取る。で抜くと、うん、何やろ、何とも言えへんけど、これをこっから抜いて、ピッて取った、何もない、何もないね。で多分この中に針が入ってて、これをこうパシッてやるとブリーンってくる。そんなブリーンじゃない。からの指をこうして、うん、怖いな、なんか、あ、怖いな。え、もうやるで、もうそんなやば、せーせーのって感じで、もう血を、これで今血出てきたから。ほら、どんどん出てきようね。めっちゃ出まくってんじゃねえかよ。しかも、結構出るな、俺。大丈夫かな、なんか。ちょっと、私の分もつけといて。裏までちゃんと浸透させる必要があんねん。ちょっとだんだん赤なってきたな。もう赤い赤い、もうなんかスタンプみたいになってるやん。いい感じに、私は完成しましたので血をべっとりつけて、ちょっと今、指血出てますので、このままもう一回これで殺菌します。痛い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 。はい、ほんで絆創膏だけ貼りますね。お前、じゃ自分でできそう。え、無理。え、やって。え、無理な、ほんま無理な。自分でやる。うわ、怖いな。こう、うん、怖え。これマジで銃を撃つ感じだよね。怖えな、これ。痛い。あー、いやトゥ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 。はい、これで指出してみ。多分その方が怖ないで。いや、もう無理、あかん、もう無理。あかん、もう無理、もう死にそう。もう死にそうや。もうなんなん、この女。もうやってみよう。さあ、三、二、あ、どうやった。いや、なんかね、いや、痛くはないかもね。思ってた一瞬すぎて以上に痛くないやろ、全然。ってことで、これで今入れましたね、うん、で、これはあとは送って、送って、ほんで届くのを待ちます。まあ、じゃあ今から、じゃあ結果の日まで、せーの、いくいくということで、来ました。これ怖くない？怖い、怖くない、これ大丈夫なの？ちょっとね、マジで、ね、まあ、こちら住所晒していいのかっていうけど、事務所の住所なんでね、はい、皆様なんか貢ぎ物とか送るときはこちらの方にぜひね、はい、あんたを綺麗に写すために。中にはアレクサンドラでございます。あー、ございます。あー、緊張したい。したいじゃん、かけるんでしょ。したい。開けます。え、どうやって開けたらいいの。こうや。あ、ここ、綺麗に開く。え、ちょっと、でもさ、ちょっと待って。綺麗に開け、なんか緊張する。え、ちょっと、え、どうしよう。検査結果、もう俺見ちゃった。ほらね、エイズマイナス、今回の検査結果では異常はありませんでした。ちょっと待って。ちょっと待って、ダメだ。え、嘘でしょ。え、ちょっと見せて。うまいでしょ。ちょっと待って、俺陰性やで、陰性。マイナスが大丈夫やで。ここプラスっていうの違うよ。いて、違う。びっくりした。
中庭アレクサンドラ、ね、はい、陰性、エイズ陰性でございます。よかった、もうこれで安心してこれでできるのか。皆様、あの、全然これで分かっていただけた通り、私は安全でございますので遠慮なく遠慮なくね。でも、あの、こんなに簡単にできるのいいやろ。でもちょっと怖いよね、この瞬間は。怖いけど、あ、こんなに簡単にでめっちゃ安心した。これやったらな、でもカップルで一緒にこういやーってできてさ、いやいいのか。いやでも、あの、なんか2人で検査するのもいいかもしれないね。そうでしょ、ちょっとまあ安心というか。そうだから、もうコンタクトレンズの箱みたいにいっぱい置いといて、なんかいっぱい置いとくの。そう、いっぱい置いといて、毎回彼氏変わるたびに、そうそう、あ、もう賞味期限切れてまうから、これ検査しとくで、みんな一応もう消化や消化って言って、だってさ、ちゃんとちょっとそこは検査させてくださいって言ったら、ちょっと雰囲気悪なるやん。え、どういうことみたいな。そう、なんで俺のこと疑ってんのか。そう、でもそんなこと言うやつはバカなんだけどね。お前のこと疑ってるとかじゃなくて、こんなのは当然のようにみんなで定期的にやんなきゃいけないのよ、本来。でもなんか疑ってんのかとか、そんなこと言うからよくないの。他の検査もできるの。これいろいろできるのよ、ほら。え、これ何で、これ C でできるの、それともなんか違う検査キットやな。そうだよね、クラミジアとかも、いろいろヘルペスとか。へー、コンジロームってなんやろ。わからん、なんかあれじゃん。B 型肝炎、C 型。まあそんな感じ。これ何、梅毒？梅毒。梅毒っていうの。あ、で可愛いな、梅毒とか言って。そうね。あのね、中学生。梅酒みたいな。なんかさ、中学生が初めて言うのよね、梅毒って。いやー。よかっ